平野の仕様の衝撃告白。小麦粉アレルギーが明らかに、三宅県が明かす戸辺ファミリー食事会の舞台裏。今回は、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社戸辺、トービーの最新ニュースについてお伝えします。戸辺は元ジャニーズメンバーたちが続々と合流し、その動向は多くのファンに注目されています。最近、 トベメンバーで初めて行われた食事会について、三宅県が詳細を明かし、特に平野紫耀のファンたちには衝撃の事実が明らかになりました。滝沢秀明氏が昨年秋にジャニーズ事務所を退社し、今年3月にトベの設立を発表したことから、次々と元ジャニーズメンバーたちがトベに合流しています。 そして、7月には元 V6 の三宅健が遺跡を発表し、元キング・アンドプスの平野市を、神宮寺優太、元ジャニーズ JR 内ユニットインパクト大勢のメンバー7人現在は、イムップとして活動、元 JR の大統立機もトベの所属となりました。 三宅健は8月20日に x 旧 t w i t t e r アカウントで、こんにちは飛べ勢揃いで初のご飯会何着ていこうかな、と投稿し、ファンからは期待の声が寄せられました。そして22日には三宅が自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、飛べファミリーでの食事会の様子を詳しく語りました。 食事会の様子について、三宅によると、三宅自身の両側には神宮寺と平野が座り、その周りには MUP メンバーが並んで座っていたそうです。また、タレントとスタッフは別々の円卓に配置され、お店では中華料理が楽しまれたとのことです。特に注目すべきは、平野仕用の小麦粉アレルギーに関する衝撃の告白です。 三宅は、平野くんの隣が、新くんだったの。そこはなんかさ、イチャイチャしてた、と報告し、平野がなんかね、小麦粉アレルギーがあるらしくて。だから、食べれないのとかを全部、新田くんにあげてた、と明かしました。新くんかなりもう、ほら、憧れてる平野からもらうご飯だから、食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて、結構お腹パンパンだったんじゃないかな というエピソードにファンたちは驚きました。さらに、三宅は配信中に視聴者からのコメントをチェックしながら、小麦粉アレルギーについて話しました。これについて、ジャニーズに詳しい記者は、一般的に、グルテンフリー、とは、グルテンを含む食品を避ける食生活を指します。 アレルギー症状の出る人は小麦粉を使ったパンは摂取せず、代わりにベーコナを使ったものを口にするケースも、一部の平夜ファンは、彼が美容や健康目的でグルテンフリーの生活を送っていると思っていたようで、チャット欄には、紫輝くん、小麦粉アレルギーなの初耳だったなどと驚きの反応が上がっていましたと語っています。 SNS 上でも、グルテンフリー生活しているって話は聞いたことがあったけど、平野って小麦粉アレルギーだったの前にケーキとかパンとか食べていたような気がするけど。と困惑の声が相次ぎ、食物アレルギーの症状が出てしまうのかどうか心配するファンが続出しました。さらに、平野氏仕と三宅健のソロデビューについても注目が集まっています。 最新の情報によれば、平野紫耀はすでにソロ曲のレコーディングを終えており、三宅健もミュージックビデオの撮影が進行中とのことです。これからトべからどちらのメンバーがソロデビューを果たすのか、その行方に多くのファンが期待しています。また、イムップがデジタルシングル、クルージンをリリースし、トべからのデビュー第1号となりましたが、 今後の飛べの動向にはさらなる注目が集まっています。北山博光や岸優太など、飛べに合流する予定の元ジャニーズメンバーも存在し、音楽業界に新たな風を巻き起こすであろう飛べの活動に、ファンたちは大いに期待しています。結論。 今回の記事では、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社戸辺の最新ニュースについて詳しくご紹介しました。戸辺に合流する元ジャニーズメンバーたちの動向には多くのファンが注目し、その中でも平野市用の小麦粉アレルギーに関する衝撃の告白が話題となりました。 また、平野紫洋と三宅県のソロデビューについても最新情報をお伝えしました。飛べは今後、さらなる活動を展開することが期待され、音楽業界に新たな刺激をもたらすでしょう。ジャニーズファンや音楽ファンの皆さん、今後の飛べの動向にご期待ください。それでは、次回の記事でもお楽しみに。